わろたね。雪降ってるの見えるかな、見えないと思って、積もってるの分かるよな。おいなさん、タワレコがしまってらしいんで、最終日は行くと思うんですけど、ちょっと一回、寄っていこうかなと思って来てます。タワレコで着きました。2月ぐらいに閉店するらしいですね。今から行ってきます。恥ずかしいですね。これ今年のイベントはね、雨降ってたんでね、カエラパーティー担当はこれやってました。自分は右側の方にいましたね。ということで、おいなす、今日ちょっと短期間だったんですけども、滞在しました。2月12日に、タワレコが閉店して、学校した選手が一つ来ているのはすごく寂しいんですけれども、最後までちょっと応援していきたいと思います。では、今日は本日ご視聴ありがとうございました。